私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。手術自体は成功したと聞いていますが、入退院を繰り返してしまった本人は全く楽観していない。中居正広の知られざる闘病生活面会謝絶、周囲は3ヶ月休養を勧める。自身の冠番組となっている中居正広のプロ野球珍プレーよしみプレー大賞、フジテレビ系。が2022年12月11日に放送され、休養中の中居が VTR で出演したのだ。10月中旬に一時復帰した時よりも一回り小さくなった姿に多くの視聴者が中居くん、本当に大丈夫なの?と心配の声を上げた。さらに気かかりなのは、それが中居の現在の姿ではないことだ。テレビ局関係者が話す。時間はたった10秒。精一杯の笑顔を見せたものの、げっそりとこけた方は、以前よりくぼんだ目を際立たせ、首と肩はシワが寄るほどにほっそりしていた。張り上げた声は痛々しいほどにかすれ、わずかな発声でさえも苦痛を伴うのだと視聴者に感じさせるには十分だった。およそ1ヶ月ぶりに現れた中居正広、50歳は、明らかに激痩せしていた。この頃中居さんは3度目の手術を受けていたようです。と明かすのは芸能関係者だ。当初は1時間に満たない手術の予定でしたが、いざ始まってみると予想外に難航した。オペ室で不測の事態が起きて、手術は数時間に及んだようです。術後は退院したとも報じられましたが、自宅にはいないようなんです。どうも再び都内の病院に入院したと聞いています。珍プレーの VTR コメントが収録されたのは11月4日の休養発表の直前。つまりオンエアされたのは1ヶ月以上前の彼の姿です。実は現在の中居さんはその時よりもさらに痩せてしまっていて、中居に最初の異変が生じたのは2022年7月16日、急性虫垂炎を発症し入院したことを公にした。その後も体調は回復せず、10月にはテレビやラジオのレギュラー番組を立て続けに欠席した。芸能界きっての人気マックに何があったのか、ざわつくファンに衝撃を与えたのが、週刊新潮、2022年11月3日号、だ。同紙は、7月の急性虫垂炎の手術と前後して盲腸がんが判明し、9月に秘密裏に腫瘍の摘出手術を受けたと報じた。驚きの報道から数日が経過した11月4日、中居は3度目の休養となる約1ヶ月の活動休止を発表したのだった。現在、中居が療養しているのは日本でも有数の最先端医療が揃う施設。しかも、その中で彼が滞在するのは VIP 室と呼ばれる部屋だという。窓から外を見やれば、冬の青空をイチョウの葉が賑やかし、部屋には、コンセルジュサービスが付き、来客用の応接セットやアメニティも完備する。その病院で、休養が長引く中居を支えているのが X 氏だという。X 氏は有名私大の医学部を卒業して、都内の有名病院に勤務しています。専門は、消化器系内科の中でも大腸炎などが悪化して腫瘍ができる大腸がん。がん治療認定医、がん薬物療法指導医などの資格も持つ大腸がんの名医です。X 氏は、これまで多くの VIP を受け持ってきた。重い病気を患った大物政治家や各界の大御所を多く担当し、芸能人とのコミュニケーションにも慣れていると言います。人望もあり、タレントに合わせた治療プランを提案してくれると言います。それに、X 氏の元なら他の患者らと一切接触なく、極秘での入院が可能となります。中居さんは、最初に虫垂炎と診断された病院から転院して X 氏を頼った。今では全幅の信頼を置いているそうです。前で芸能関係者。多くのファンが気がかりなのは、現在の病状だ。前述の通り、中居は盲腸がんに侵され、9月に腫瘍摘出の手術をしたと報じられた。今回手術自体は成功したと聞いています。
が入退院を繰り返してしまった本人は全く楽観していない。精神的にかなり参っていて食事が喉を通らず、体重が戻らない状況です。激痩せした体を見られたくないためか、人に会うことを極端に避け、友人たちのお見舞いを一切シャットアウトしているようです。本人が目指していたのは1月中の復帰ですが、周囲は休養3ヶ月を一つの目安にすべきと助言しています。ただ本人が番組の共演者やスタッフに迷惑をかけられないと、復帰をかなり焦っている。近々新たな発表があるようですけど、決して無理はしないでほしいというのが周囲の本音です。気遣いの人と言われる中井。今だけは自分を第一に考えてほしい。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。